海洋観測艦は、軍艦の一種にして調査船の一種であり、海洋観測を目的とする艦のことである。主任務は、海底地形や低出、磁気雑音などの対戦船に影響を及ぼす自然環境のデータ化である。海洋における軍事作戦、特に潜水艦作戦や機雷船を行うにあたっては、海上のみならず、海中や海底地形の状況についても、 十分な把握を行う必要がある。軍事作戦のために必要な海洋情報を収集する艦が海洋観測艦である。測量艦や民間の海洋調査船とも重複する部分があるが、陸域の測量や生物調査などをほとんど行わず、軍事目的に特化した海洋情報を収集する点が異なる。主に観測、収集するデータとしては海底地形、 体質や潮流、海流、地磁気、水質である。海底地形や海流は潜水艦の航行や機雷の設置が可能箇所の判別に必要なものであり、水質は備う探知と密接な影響がある音響電波の状況を調べるために必要なものである。艦の装備としては海洋調査用の観測器具を搭載しているほか、特に海底地形などの調査時に必要な 広報装置やスラスタなども装備している場合もある。補助艦船であるために通常は非武装である。このように潜水艦を超える秘匿性及び戦略性と機密保持を高めているため、海上自衛隊の艦艇の中でも、不設艦や海洋観測艦、音響測定艦に至っては、内部の公開は一切されないことになっている。手前 AGS5105 日南。 奥 AGS5104 若さ、ありがとうございます。